ウクライナ国立宇宙機関は、ウクライナの宇宙機関。1992年3月に設立され、本部は、首都キエフに位置する。以前の名称は、であったが、意味内容は、現行名と、実質的に同じであり、日本語での訳し分けは難しい。ウクライナは1991年に独立し、翌年の1992年に、国の宇宙開発を、 総合調整する機能を有する国家宇宙機関を設立した。ウクライナにはソビエト連邦時代に積み重ねてきた技術があり、ソビエト連邦の宇宙開発のうち約30%がウクライナにおける研究の成果として知られている。ロシア連邦及びカザフスタンとの技術協力をはじめとして、18カ国と宇宙技術協力協定を結び、国際的な商業宇宙市場の 約8%を占有している。ウクライナは独自のロケットと人工衛星計画を有し、ロシア連邦宇宙局や欧州宇宙機関、アメリカ航空宇宙局、さらには民間ベンチャーとの共同計画も行っている。国際協力の例として、シーローン地社やガリレオ即位システムが挙げられる。イナス -1M のコインウクライナは地球観測衛星シーオケアンを製造し、 その他ロシアと共同で、いくつかの衛星を製造した。1992年以降、自国での使用目的で、合計6機の人工衛星を設計、製造し、打ち上げた。最新の衛星は2004年に打ち上げられた C1-1M である。現在ウクライナ宇宙機関は C、C1-2、C1-2M、C1-3 から0、C1-3P といった。 さらなる C1 衛星シリーズを研究している。ゼニット -2991 年から2007年にかけてウクライナの打ち上げ機が合計97機打ち上げられた。2006年度ではウクライナは世界の宇宙への打ち上げのうち12.1%を占めていた。ウクライナの企業であるヤンゲリ・ユージュノエ、国家設計局とマカロフ・ユージュニー。 機械製造工場は7種類の打ち上げ機を設計、製造している。ウクライナ国内には、車上が存在せず、ロケットの打ち上げには、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地、ロシアのプレセツク宇宙基地、シーローン地社の海上打ち上げプラットフォームが使用される。現在は、ブラジルと共同で、アルカンタラ車上からツイクロンマイナス4の打ち上げを、目指している。 日本のナノジャスミンが最初に打ち上げられる契約で、打ち上げは2011年8月以降を予定している。なお、ユージノエお及びユージュマシュは、エサが現在開発中のベガロケット第4弾の RDE-869 エンジンの納入を行っている。ウクライナ独立後初の宇宙飛行士、レオーニドカデニュークウクライナ独立以前は、数人の宇宙飛行士がソビエト国籍で、 宇宙飛行を行った。ウクライナ国籍を持った初の宇宙飛行士は、レオニド・カデニュークで、彼は1997年5月13日に、NASA の STS-87 ミッションに、ペイロードスペシャリストとして登場した。このミッションには、日本のドイタカオも参加していた。スーラと称する無人二段式宇宙輸送機が、計画された。低軌道へ投入後、有力で、 大気圏外から帰還する。ありがとうございます。